著者2回戦です。京都 KRC 今村哲也選手。福岡 FRC 井形拓海選手。今村選手、井形選手。7番テーブルです。ゲームのスタンバイをお願いいたします。大阪 ORC 山岡修司選手。大阪 ORC 村上康義選手。山岡選手、村上選手、スタンバイをお願いします。
9番テーブルです。大阪 ORC 山岡修司選手、大阪 ORC 村上康義選手、山岡選手村上選手、9番テーブルです。Thank you.
ないと思ってですよ。スタンバイです。キング GPBC、木村隼人選手、福島玉藤伸也選手、木村選手、玉藤選手、スタンバイです。その最終で一回やと思った。に今勝った。堀内30。平口は今東。東の62から65まで。62だとね、リズムが。これがベスト4。
GPBC 木村彩也選手、徳島玉戸慎也選手、木村選手、玉戸選手、10番手です。こいつ2年連続とかありえるんだよ。それも2年連続ありえるんだよ。かぼっちゃうんだよ。結構重い。6いった。6、2からブレイクだもん。平口のブレイクです。あ、違うわ。泉のブレイク。すごいなぁ。もう6人から追いつけるのに、2やってんの泉って感じ。すごい。スヤリナの4番目いいシーンだな。いいな。これもいいだね。なんでこれかユース配信中だと言ってたの。うわぁ、いけそう。いけるかな。こいつ低い。やっぴもう200人ってこれ時間帯だな。一気に7時ぐらいから増えたら、これ増えてそう。そうね。3、4、5。女子プロで、ね、来るときに話してくれば、女子ってこの社交部とか結構いるよね。確かに水野さんもこういう社交部なんだよね。確かに水野さんもこういう社交部なんだよね。
いや、だから本当きつい。その辺の影響が。準備できてるってことですよね。ねえ、そんな走ってもね、いいよう引けとるし、さらっぽいんかもしれない。もうさらっぽいんかもしれないですね。
今度真ん中に止めてくるのかな。あれ？あ、入った。素晴らしい。ここを読めまどうか。それが一番強いかもしれない。サミアが大変なものなって、このこと見たら。ちょっと波激しいね。うまいね。ちょっとすぐに読めるわけじゃないですかね。世界の高木選手はチクったぐらいだから。いや、僕はあれだけど、勝者で勝ってたら、次勝ったら、ドーリーで、それだけやろ。よく先に30分で負けたところだからね、勝者最終。なんでまたドーリーで。抽選やったからね、抽選だっけ。うわ、緊張せんよ。だから、またドーリーで。もしかしたら、そういう話。でも、この子もちょっとなんか、東に行った時にはもう、サハラ、ドイツ、ヨネダも最初だし、マグもよう弾けるよね、なんか考えてると、めっちゃ弾けるんだって。3万でしょ、これ多分。まあ、野球も当たるんだ。ねえ、めっちゃ前出るもんね。ちょっとびっくりしたわ。加減しにくと全然前出る。全く構わんもんね。突っ込むとめっちゃ弾けるんじゃない。ちょっと弾きたいですよ。本当やらしかった。
マークはまだ。8時半になりますね。8時半。だから9時、9時過ぎだね。早くて9時過ぎ。遅いと9時半。9時半。終わってる片付けて9時半ね。ベスト4だね。ベスト4には間に合うぐらいですか。今からもう1回であるから。はい、そんなもんか。ベスト4か。8を間に合わせるみたいな。そっと考えたそういうのもあるか。いつもと一緒ぐらいですね。
5分ぐらい。
思ってた。9時半ぐらいですかね。まだ女子が今ファイナルだから。お疲れです。お疲れ様です。
是。
元テーブルっぽいな、これ。リボーダーとか。その人さんって結構おばちゃん。結構おばちゃんだから。この人ですか。知ってる。名前を言ってる。紹介しようか。
まだ見てない。青山さんがすぐ紹介してるのに見えても、ちょっと、何かのやろな。ウィンターが、ウィンターが出してから練習してる。ウィンターが、なんか、ええところを。ちなみに、この音楽でしょ。この人はあるのこのマスター、ここの店だよ。この人は、ヒゲリンクの人でやってる。そんなに、ありえない世界だ。違うな。行く人は俺の車、帰りたい人はしない。趣味がガソリン入れに行って多分寝とるけど。1番とか2番とか化粧濃いそうなのあー30今34ぐらい34ぐらい安土小町子供は一緒におらんけど大阪の人いや、抜いたけど、なんで抜いたってスクラッチだったんだ。なんか引けるんちゃう？引けるんね。ようわからん。何もわからん。女子はセーフティーするかもしれない。下の段階ちょうど良さそうだよ。スパッ。1食べられるのかなね。どう思うの天才。時間もなんでそこだろうね。俺結構スパッやっていけそうだもん。ドアツをしなしちゃう。このお嬢さんもどうしよう。一気に食べるから。これやばいよ。どうよ。ほら、一気に全部食べる。まあ、簡単に終わらんわな。やっぱりな。やばいな。やっぱりな。すごい。すごい。
しは。その人が頑張るね、斉藤さん。斉藤は違う、マスルチはそう。斉藤ひろゆき、いや、お風呂になってないんじゃないかな。えっと、何て言うの？そうかな。なんか、よく聞いた。本当、全員いる。結構あまり長いけどね。負けたら、結構マジ。一回大丈夫なんですね。いや、しまう。もう撮ってることだよね。うん、確か撮ってることだよね。そっちを。これが一番。しかいらんか、これは。そうね。なかったら終わったりするといいじゃん。太いし、大体その違いも永遠の感じだよ。そうです。最近西村さん上がるの？うまいっすね。女子の女子を読んでたな。これは取り切れなんで負けだぞ、これ。向こうなのだけだもんね、こんな。ああ、大丈夫。もうちょっと中途半端な。
暑いからいいね、これ。浮いてるか。浮いてるなら大丈夫ね。上だけで行くのも。2分間ぐらいじゃない、これ。真ん中点で行くよ、これ。流れたら、なんか心配なんだろうね。ね、スパッて行けやろ、もう。そう。ここが沼田なんだ。多分。ちょっと薄かった。ああ、ちょうどいいとこだ。上だけで出る。ですよね。うん、もともと豊橋なんだけど、一時期ずっと乗って。銀がね、いいと思う。銀のこと。銀の打つけばもう、流れるのに。長尺出てるよ。全部はこっちにね。絶対今度も順番です。そうするとだからここきっちり入る感じですね。そうですね。これだけでチープショット。そういうの見合ってもおかしいじゃないか。俺の名前マジで。はぁ、なんで？いや、これは。意味の変わんないだろう、8番は。サイドに出したらいいし。なんでサイドなんだろうね。作るかな。ナイスとフォアだと思ってる。全然普通に玉投げでここじゃんね。そしてやっぱり進むかもしれない。そうじゃないな、今のは。出張とかテンパってるとか。かっこよくボケ取るとか。はい。お声も結構かけてる。意味わからん。いろいろさせていくと、かっこいいのにそうそう。気が心配だよ。スローで見てていいよ、まっすぐでも分かるけどね、まだ届かん、まっすぐだ、引きが怖いっていうのは分かるけど、あんだけクリアったな、しかも抜いてるし、しかも止まってるし、止めて、
う一回頑張ります。もう一回頑張ります。手前境界のやつで2周だけで、まっすぐな感じ。ストップに引き上げて、2回から引き上げて、3回から出して、1周。長田さんと2人で、何やってるくじだね、やっぱりね、くじだね。まだいる。うわ。超怖い。
乗ってないさそうだもんね。